はい、皆さんこんにちは。レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、レノファは第2節ホーム開幕戦、ブラウブリッツ秋田さんと戦いました。コロナ禍以降では最多の8906人のサポーターの方が集まって、感動的なホーム開幕戦となりました。今回が一時キックオフでしたので、どうしてもあのイベントの開始時間に間に合わないものもありまして、撮れてないものもありますが、ご了承ください。それではご覧ください。はい、ホームまで来ました。ここまでは天気は良かったんですが、急に山口市になると雪が降ってきました。やっぱり山口市は寒いんですね。今回の景品は選手型のフラッグでした。板倉選手、秋田名物のきりたんぽのカレーを食べました。いや、本当にこういう試みってとてもいいですね。報告して美味しかったです。今回からスタジアムグルメとグッズはキャッシュレスになったのですが、そこまで大きい混乱はなかったということです。この日はコーヒーフェスタということで、県内の有名店が出店されていました。開幕戦恒例のサポーターの決起集会です。JA グループ山口プレゼンツ開幕戦1万人プロジェクト記念として、県産米で作ったお餅のもち巻きを始めます。
今日の予想スコアを発表します。2対0です。これぐらい差をつけて勝って弾みをつけてほしいと思います。頼むぞレノファ。1対0です。再々よく先制しましたが、攻め込まれる時間も長くなってきました。早めに2点目が欲しいところです。頼むと仕掛けるのは、はい、これは1列前で応援されていた方に差し入れいただきました。このサポーターの温かさもレナファの V だと思ってます。12年間やりきりました。サッカー選手になれていい時ばかりではありませんでしたが、ゴールを取った時、そしてリミさんと一緒に喜べた時は本当に何も変えられない最高の瞬間でした。
そばで支え、どんな時も応援してくれた家族、ゴールを取れない日に帰った時には子供から大丈夫だよ、失敗は成功のもとだよと言ってくれて励ましてくれていました。その言葉に何度も救われました。本当にありがとう。このトレーニングを見て戦えるような選手を解説できるように全力で頑張りたいと思います。また皆さんと会えることを楽しみにしています。本当に皆さんありがとうございました。この日の入場者数1万人には届きませんでしたが、オレンジに染まるスタジアムを見ると感動しました。もういろんな方のお力添えがあっての成果です。本当にありがとうございます。あーおいしそうゴーゴーゴーすごい。西郷選手はヘディングの際に途中交代となりました。脳震盪からの1日の早い回復をお祈りします。よし、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 よなかなか観客の多い試合で勝てないことが多かったので、この勝利はとてもね大きいですよ。いや勇気が湧きました。さあ勝利の時の楽しみ、山口一番です。
います、皆さんも一緒に戦ってください。はい、はい、快勝でとても気分よく帰れます。皆さんありがとうございました。やりましたね、本当にね。いや、いい勝利でしたね。もうね、快勝ですよ。そして良かったのがやっぱりこう来場者プレゼントの旗ですよね。こう日付が入ってないので開幕戦以外でも使えます。UPR の皆様本当にありがとうございます。あ、そして茂木監督のサインをいただいていますが、この模様はまた後日お伝えします。応援に迫力が出るというか、あ、いいですね、本当にね。こうオレンジにますます見らしさが染まってとてもいい気分でした。なかなかね、こう相手チームに圧をかけられるので、ね、アウェーの時もちょっと持っていこうかなと思います。いやー、ね、こういいですね。開幕戦に来てくれた方、あ、特に小さなお子さんですね、またレノファの試合に行ってみようかなという気持ちになってくれたら嬉しいです。それがきっとレノファの明るい未来につながると私は信じてます。この勝ちはね、大きいですよね。なかなかね、1万人以上入った試合でレノファは勝ったことがないんですよ。まあ、今回1万人は入ってないんですけど、テレビ中継が入った試合でなかなか勝てなかった、そして大勢のお客さんが入った試合で勝てることがなかなかなかった。いやね、そのジンクスをね、吹き飛ばしましたよ。いやね、よく頑張りました。試合に勝つことが最大のファンサービスだと思ってますので、もうその意味でもね、開幕戦素晴らしかったです。いや、よかった。気の早い話ですが、これで5位ですね。今年のチームは本当に雰囲気がいいなと感じています。素人感覚で見ていても、選手たちにこう迷いがないように動けているように感じますし、連携ミスもあまり今のところ見られない気はしました。さあ、ね、このペースを1年間続けていけるかどうか。さあ、で、我々も頑張って応援していきましょう。で、この試合のレノファ二郎が選ぶ MJP ですが、梅木翼選手です。おめでとうございます。いやね、開始早々に見事なヘディング。ミラスタ初ゴールは梅木選手が決めてくれました。さあね、今年もたくさん点取ってもらいましょう。他にもね、小林誠吾選手のレノファ初ゴールとなる2点目も素晴らしかったです。スナイデル監督の時は、出場機会にあまり恵まれませんでしたが、いや、小林選手見事なゴールでした。そして小松蓮選手とマッチアップした、平瀬大選手も素晴らしい活躍だったと思います。というわけで今回のちゃんとコーナーですが、2点目を決めた小林誠吾選手のちゃんとです。これはもう元千葉ロッテの今井俊明選手の応援歌を使ってますので、歌いやすいのではないかなと思います。さらなる高み目指して突き進め、決めろよゴール小林誠吾。レノファ次節はアウェイシティライトスタジアムでファジアーノ岡山さんと戦います。さあ、大型補強を敢行したファジアーノさん、さあ、レノファどこまでいい勝負ができるか。ここでね、いい結果残せるようなら、今年の滋賀切れるのは本当に期待できると思いますが、さあ、いかがでしょうか。そして私も今のところ岡山参戦する予定ですので、よろしくお願いします。頑張れレノファ山口。開幕戦見てね、よし、これから今年のレノファ楽しみだ、頑張って応援するぞという方がね、一人でも増えてくれたら嬉しいです。そのために私も動画制作頑張ります。